さあ、今回の問題は、三次方程式が20回持つよというふうに言っております。まあ、20回ってことは、要は、これ三次方程式ってことはさ、解が多分3つ出るわけでしょ？ね。よいしょ。多くてもまあ3つなわけですけども、そのうちのこの2つが一緒ってことですよね。いうことなんですけど、まあ、とりあえずね、X に何か入れていきましょうか。ゼロになるやつなんかないかなって話だけど、まあ、M が消えてくれな困りますんで、1入れてみますか。なあ、うまいこといきません？ 1 足す、1足す、M 引く2引く M で、これうまいこといくやろ。これで2やろ。これで2やろ。あ、消えますやん。おー、これいったわ。っていうことなんで、X に1代入したやんな。ってことは、X-1 を1個因数に持ちますわ。ってことは、それで割ってあげるとどうなるんですかと言いますと、 X の2乗の、まあ、端っこはまあマイナス M になっとうから、最後なここまあプラス M か。ほいで、真ん中はですね、X の2乗ここプラス2か 2X こうやろ、ここプラス X の2乗がついてますんで、こいつとこいつでプラス X の乗になるもんな。オッケー。ほな、こういうふうに因数分解ができましたと。ちょっとここイコールおかしいですね。こっちにイコール0つけときますけども。じゃあ20回持つよってことはですよ。こっち側が、括弧2乗の形になってたらいいよね。しかもこっち X-1 は確定しておから、ここは X-1 じゃないやつってことね。まあ、なんせでも、括弧2乗の形にできればええねんから、ほな、こいつがさ、これ真ん中プラス2やから、これ X プラス1の2乗っていう形になってたんじゃないの？こういう形になってれば、ほら、ここで20回 X イコールマイナス1出るでしょ。ということなんで、その時、これ一回バラしますよ。こいつバラしたら、この子をバラしたら元に戻るはずなんでね、ここ。ここに戻るはずなんで、一回バラします。そうしますと、バラしてあげるとどないなんねんって言ったら、X の2乗プラス 2X プラス1になってるから、ほなら M は1やんかいう話よね。M の値を求めればいいんですね。ってことは M はまず一つ1な。はい。で、あともう一個ですね、実は別のパターンがありましてですね、よいしょ、 X-1 のX の2乗プラス 2X プラス M。 まあ、ここまでは一緒だわ。ね。だってこいつはもう確定やから。で、先ほどここをね、2乗の形にしましたけど、2乗になるんじゃなくて、よいしょ。ここを因数分解したときに、こういうね、なんか、まあ、プラスでもマイナスでもいいんですけど、こういう形になれば、ほら、ここでさ、X イコール1っていう解が2つ出てくるやんか。これ20回って言えますよね。なので、ちょっと戻りますけども、ちょっと戻りすぎましたけども、要はこっち側の式がこういう風な何かしらの形ね、まあなんせだから X-1 を因数に持つような式になれれば、もちろんここはあれね、こっち側の右側の方は当然 X-1 以外ってことね、の形になればいいよね。ということなんで、ほな、こいつ、X-1 を因数に持つってことは、これ、X に1が代入できちゃったということです。わかります ?X に1が代入できたよ。代入して、まあ、0になる。になるはずってことやからね。代入してみますと、1の2乗足す 2×1 足す M イコール0になるはずってことは、これで M がさ、マイナス3って分かったんじゃん。もし M がマイナス3になると、まあ一応これ答えでしょ。ここはね。一応ね、確認しておきますけど、ここの M がもしマイナス3になったらどうなってるかというと、X-1、よいしょ。X-1、X の2乗プラス 2X マイナス3やから、これは X-1、X のマイナス1の X のマイナス3かな、じゃあプラス3かな、イコール0か。こんな感じになって、ほら、
回が、こっちからは2つともで、x イコール1が出てきて10回、20回ですね。で、右側からは x イコールマイナス3が出て30回にはなってないということですね。なので、これで完成やと。m の値っていうのは1になるパターンとマイナス3になるパターン、この2パターンがあるよという話でございました。はい。